ネットで競馬、ネット競馬。こんにちは、一ノ瀬恵奈です。はい、競馬予想家の太郎です。今週も始まりました、重賞ベスト3。この動画では競馬予想家の太郎さんがオークスで買いたい3頭を解説していきます。太郎さん、まず先週のビクトリアマイルですが、ソングラインが1着で、太郎さん推奨のソダシが2着でした。振り返ってみていかがでしょうか？まあそうですね、ちょっと予想は全然でしたね。先週は実は最終的にはスタニングローズにしたんですよ。ちょっと展開もろもろ考えて、はい、ですけど、まあソングライン、間割ってね、なかなか強かったですよね。馬場状態的にはね、結構外も伸びてくるかなとは思ったんですけど、一方で展開がね、そんな、速くならないので、どうかなと思ったんですけど、結果的には、前行った馬と、うちにいた馬の方が有利な決着でしたよね。やはり最後の2頭の競り合いというのはかなり見応えがあったかなと思いました。そうですね。で、もしかすると、この、ソダシとソングライン、ソングラインとソダシ、はい、まあ、順調に行けばね、この後安田記念で、再戦が見られるかなと思うので、まあ今年ね、安田記念、他の路線からも結構こう注目の馬、まあ3歳馬も出てくるかもしれないですし、そういう意味で楽しみになりましたね。はい。わかりました。今週もよろしくお願いします。はい、そうですね。はい。よろしくお願いします。重賞ベスト3は毎週土曜12時に公開しております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて太郎さん、オークス予想する上でのポイントがあったら教えてください。はい、オークスのポイント、ちょっとこれはシンプルです。はい、スタミナですね。読んで字のごとく、はい、まあそうですね、オークスっていうのは桜花賞から 800m 距離が伸びるんですけれども、意外とこうね、まあ能力でこう距離をこなせてしまうと言われがちなんですけど、それはやはり一部のこうトップホースに限った話で、やっぱりなんだかんだこう 2400m 3歳牝馬にとってはすごく過酷な距離なので、穴を開けるのは基本的にはスタミナのある馬というのが、まあこれまでの歴史ですよね。究極はそうですね、一昨年のハギノピリナとか、あと3年前のウィンマイティとかですかね。最近結構オークス、まあ外が伸びる馬場になることも珍しくなくなってきたので、やっぱりこう、ここでしか走らないというか、ここでこそこう才能を開花させるような馬を見つけることができれば、面白いのかなと思います。やはりスタミナは血統から見つけてくる感じでしょうか？そうですね。血統も大事ですし、まあこれまでのレースぶり、レース映像からね、まあ例えばこう、かかる馬よりはちょっとずぶい馬の方がいいですし、そういったところからまあヒントを得て、狙っていけたらいいですよね。まあ、それこそ、ハギノピリナ、ウィンマイティ、まあ、カレンブーケドールとかもね、このレースでは12番人気だったくらいなんで、こう、実は、スタミナあって、能力もあったけど、人気がないみたいな馬が、こう、いるケースがあるので、そういうところをうまくピックアップできればいいなと思います。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、ここからは、太郎さんの展開予想に移りましょう。オークス、どんな展開になりそうでしょうか？そうですね。枠順も決まったんですけれども、今年はおそらくちょっとまあこれもね、具体的には陣営のコメントをもう一回直前で見ないとわからないんですけれども、ゴールデンハインドがおそらく先手を奪う形ですかね。6番枠を引けましたし、まあおそらくこれが先頭に立つかなと。リバティアイランドはまあゲートもそんなに速くないですしね。まあ距離のこともありますし、これまでのレース、そして川田騎手、コメントもろもろ見ても自分のペースを刻んで、まあ馬の能力を信じて出たなりの位置になる、どちらかといえば後ろになるかなという気がしています。まあそれに対してね、ハーパーあたりもある程度こう先行すると思うので、コナコーストもおそらくある程度位置もうちょっと取れるかなと思うので、まあ断然人気のリバティアイランドは後方からこうどれだけさせるかで、まあ対するライバル勢は前でどれだけそれをこう踏ん張れるかっていうようなイメージとしては、まあハープスターがね、桜花賞を追い込んでここ出てきて断然の支持を集めましたけど、まああの時のこう感じに近いかなとは思います。ちょっと週末のまあ馬場状態、久しぶりにね、今週は雨大丈夫かなと。日曜日は大丈夫そうですね。なんとかそうですよね。ただちょっとまあずっと週末雨が続いてたんで、その馬場状態も少し陰にはなるかなと思います。先週から東京の芝コンディション、太郎さんどう見てますか？
ビクトリアマイルは割とね、こう、立ち回り重視だったんですけども、馬場自体は外からの伸びも十分効く、まあ、近年の東京らしい東京で、まあ、今回も割と差し馬が台頭できる馬場にはなるかなと思います。オークスのペースはスローに流れそうでしょうかね。意外とね、まあ、オークス流れるときは流れるんですけど、まあ、今年のメンバーを見渡すとそんなに速くはならない。まあ、スロー、まあ、平均ペースぐらいじゃないですかね、おそらく。はい、と思いまわかす。りました。はい、ありがとうございます。はい。ここからは太郎さんがオークスで解体3頭の解説に移ります。早速1頭目から教えてください。はい、1投目はですね、ハーパーにしました。はい、ハーパーはですね、まあ、これまでクイーンカップを制して、前回の、桜花賞では4着、あと1歩及ばなかったんですけれども、まあ、今回、距離延長に対して最もこう不安がないというか、むしろこう有利になる有力馬を考えたら、やっぱりハーパーだと思います。冒頭で述べたスタミナというこう条件にも合致するかなと。桜花賞ね、道中5、6番手から直線じわじわ、まあ伸びそうで伸びず、ただバテそうでバテずというレースでした。あのレース見てもね、やっぱりこう、決め手を生かすというよりは持久力を生かすタイプですし、クイーンカップのレースぶりを見ても、やはりこちらもね、の、あの、鋭く伸びるというよりは、直線でね、多少こう、ずぶさを見せながら伸びてきたレース見ても、どちらかといえば、東京の長丁場の方が合うと思うので。まあ今回この東京芝2400メートルという舞台において上積みがあるのはこの馬かなと思います。馬体の維持という点でハーパーどうですかね。まあそうですね。そこら辺なんともこうベストはわからないですけど、まあこれよく言われる話なんですけど、オークスはね、そんなにこう大型馬が有利というより、どちらかというとね、小柄な馬の方が走りやすいレースですし、まあ、状態面もどちらかといえば陣営のこう発言を見ていても、オークスの方に適性があるかな。まあ、友道厩舎といえばね、シュバルグランであるとかね、こう、長距離砲を多数輩出する調教師、厩舎ですから、まあ、ここはいいんじゃないですかね。クイーンカップを勝ったハーツクライサンクというと、まあ、アドマイヤミヤビなんかもそうですかね。桜花賞。当時惨敗でしたけども、ここで巻き返しましたし、あとその先ほどハープスターの年の例挙げましたけど、当時ハープスターを退けたのもヌーボーレッコルト、これハーツクライサンクですよね。で、何より、ルメール騎手はやっぱ東京芝2400メートル、本当にこれは鬼で、ルメール騎手っていうと本当、何でも売れるんですけれども、一番、本当にこのデータ見ても、東京芝2400に関してはもう買い続けてもプラスになるぐらい、まあ先週も勝ってますしね。この舞台でルメール騎手っていうのは大きなアドバンテージになるかなと。そこら辺が諸々の、今回1投目に挙げた理由ですかね。なるほど。枠順が6枠12番に入りましたが、いかがでしょうか？そうですね。これもいいところを引けたかなと思います。あんまりうちだとこう流れに乗りづらいですし、まあルメール騎手もどちらかといえばこう、うちで揉まれるよりは、外から自分のリズムで運びたいタイプなので、かといってあんまり外すぎてもね、大外とか行っちゃうとちょっとやはり微妙なので、これはちょうどいいところを引けたと思いますね。位置取りどのあたりで取っていくと思いますか？そうですね。まあやっぱり当面の相手と考えられるのはリバティアイランドなので、当然それよりは前、理想としては後位ぐらいにはつけたい。後位で、まあリズムよくこう運べればベストかなと思います。折り合い面の心配などはもうないですか？ハーパーは。あ、大丈夫だと思います。まあ、ルメール騎手自身ね、折り合いつけるのは非常に上手なジョッキーで、距離を持たせるということにも、長けてるので、まあ、去年ね、スターズオンアースでもこのレース勝ってますし、過去には、ソウルスターリング、アーモンドアイかなと。とにかく、まあ、オークス、東京芝2400ではね、非常に安定感あるので、そこはジョッキーの力も含めて問題ないと思います。続いて2投目教えてください。はい。2投目はドゥアイズにしました。はい。ドゥアイズもね、1投目で挙げた、まあ、ハーパーと同じような戦績を辿ってきて、まあ、いずれもハーパーとこう接戦で、クイーンカップは2着、そして桜花賞5着と。まあ、前回はね、狙ったんですけど、ちょっと流れに乗り切れず差し遅れたかなというレースでした。ただ、まあ、そのレースぶりを見ても、
追い出してからね、反応するまでに少しこう、ずぶさがあるというか、時間がかかるタイプなので、このままもう距離が伸びていい、有力馬の一頭だと思うんですよね。で、おそらく今回ね、まあ、こう、戦績の地味さというか、故にそこまで、こう、すごく人気を集めるということもないので、まあ、十分、こう、馬券妙味もあるかな、ということで、二頭目にしました。やはり新馬戦勝利から勝ち鞍というのがないので、そのあたりですよね、判断が難まあ、しいな。そうですね。ルーラーシップ3区のね、この、まあ、ちょっと長丁場タイプっていうのは、まあ、少し、こう、ジリっぽいところがあって、まあ、牝馬だとそうですね、リリーノーブルとかもそうでしたかね、アーモンドアイの世代の。まあ、こう、切れないけど、バテない。スタミナタイプというか、まあそういうイメージなので、まあこう相手なりに走れると思うんですね。で、今回そういう意味で距離が伸びて、よりまあ他の馬折り合いとかね、スタミナ面にこう課題が出てくる中で、まあこの馬、そういった面のこう心配はないと思うので、さらにもう一歩こう、これまでよりも前進があっていいかなと思います。8枠16番はいかがでしたか？そうですね。まあ、オークスのね、レース自体、そんなにこう、内枠先行みたいな、こう、まあ、ダービーはね、最内枠がよく来るなんて言われて、実際立ち回りが有利ですけど、オークスはね、バテる馬が多い分、そんなに外の、こう、極端な不利というのはないので、まあ、ちょっと蓋開けてね、馬場見てみないとわからないですけど、この、外枠が極端に悪いということはないと思います。むしろね、最近だと、そうですよね。割と外枠の馬も来てますよね。過去を見ても。ウィン・マリリンなんかもね、外からこう先行してきてますし、なので問題ないかなと思います。ロッキーさん、吉田隼人さんずっと乗られていますけれども、このコンビはいかがですか？あ、そうですね。吉田隼人騎手って、なぜかね、こう地味で、毎年こう、そんなに未だに大舞台では人気にならないんですけれども、毎年確実にこう G1 戦線で、何度も穴を開けるんですよ。まあ昨年だと代表的なのは大阪杯ですかね。ポタジェ。はい、そうです。まあ他にもね、複数回穴を開けてましたけど、結構こう、馬場を読めますし、足を貯めることができるので、特にこう、厳しい流れとか、あと、まあスタミナを問われるレースになると最後にこう、刺して浮上してくるという、その強みがあるので G1 で、特に2、3着でよく来るんですよね。なので、まあ、このコンビ継続されたっていうのは、まあ、今回、こう、有力どころで乗り換わりもありますけれども、このコンビ継続は良かったなと思います。今回控えていくんでしょうか、ドアイズは。そうですね。吉田隼人騎手自身、そんなにこう、強引なタイプではなくて、馬場に関してはよく考えて、こう、伸びどころを探すんですけども、まあ、強引にこう、先行したいというタイプではないので、まあ、距離も伸びますし、出たなりの位置、まあ、中段か。あるいはもうちょっと後ろでもいいですし、そういった位置取りになると思います。わかりました。ありがとうございます。それでは3投目教えてください。まあ3頭目が、妙味も含めて一番買いたい馬なんですけども、今回はこちらにしました。今日は、わかりやすく、ゴールデンハインドですね。今日は場面がもう、そうですね、ど真んあ、中そうに。ですね。ちょっとこの間書き忘れたような気がします。ゴールデンハインドにしました。そうですね。まあ、こう、どちらかというとオークスは差し馬が有利なレースでもあるので、その点の懸念っていうのはいろいろあったんですけども、ちょっと見ていただきたいのは、やっぱ前走のフローラステークスなんですけど、フローラステークスね、このまま逃げ切り、いかにもこう、スローをうまくまあ、落として逃げたという印象だと思うんですよ。まあ、馬場状態もね、内側良かったですし、あのレースはね。ただね、ゴール直線見ていただくと、こう、争奪リングにまあ詰め寄られたような印象があるんですけど、ゴール前ね、全然詰められてないんですよね。むしろこう突き放すぐらいのこう持久力とスタミナを見せていて、あのレースを見ると、やっぱり距離が伸びるのはこの馬にとってプラスだと思うんですよね。で、お父さん、まあ、ゴールドシップですよね。で、まあ、オークスってこれまでゴールドシップ3区が3頭出走してるんですけども、そのうちの1頭がユーバーレーベン。これね、オークス勝ってます。もう一頭がウィンマイティ。これね、大穴。13番人気でしたかね。13番人気で、2020年3着に来てるんですよ。まあ、ゴールドシップの牝馬って、まあ、他にも、
ウィン・キートスとかもそうですかね。やっぱりこう、イメージ通りの、すごいスタミナがある馬が多いので、ゴールデンハインドも、まあ、逃げという脚質自体はあまりオークスにおいて有利ではないんですけども、まあ、過去見てもそんなにね、有力、力のある逃げ馬出てないので、ゴールデンハインドに関しては、まあ、周囲見渡してもおそらくマイペースでいけそうなので、前走のね、ゴール前のまあ、余力と突き放し方を見れば、この舞台伸びても、ワンランク上のパフォーマンスができるんじゃないかなというちょっと期待を込めて、3投目推奨しました。なるほど。今回の枠の並びはいかがですか？隣にリバティアイランドがいます。そうですよね。まあ、リバティアイランドはおそらくまあ、こう、出たなりでね、ゲートあんまり速くないですから、まあそこはあまりこう気にしなくていいと思います。むしろうちにこう速い馬がいたりするわけではなかったの。よかったかなと思うので。まあおそらく自分のペースでいける。いい枠なんじゃないですか。あんまり打ちすぎるとちょっと微妙だったんですけど、この枠なら大丈夫だと思います。菅原明騎手継続でコンビになりますが、このそうで点すはいね。かがですか？個人的に菅原明騎手はすごくまあ好きなジョッキーで、今年注目をしているんですけれども、まあ実際まだ G1 は勝ってないですけどもね、重賞戦線で活躍をしてますよね。まあ先日だと空手でね、まあしぶとく足を伸ばしてきました。空手見てもわかるとちょっとずぶい馬を動かしたりするのは非常にこう菅原騎手って上手ですし、あと、OL ジョッキーですよね。まあ G1 で言うと昨年の NHK マイルカップの川北レブリーなんかは最後ね、追い込んできましたし、今年のオーシャンステークスね、最内枠から超人気をできたのも菅原明騎手ですけども、追い続けられるこうジョッキーのスタミナもあるので、まあちょっとこう、ズブめのゴールドシップ3区、スタミナ戦、こういう条件だとより持ち味がいけるかなと思います。まあ客室的にね、やっぱり馬場状態があんまりこう外が伸びるようになるときつくなるので、まあそこは鍵になると思います。ちょっと週末チェックしたいですね。やはりゴールデンハインドは東京コースというのもすごく合ってる一頭なんでしょうか？そうですね。まあ、特に東京がいいっていうことはないかなと。まあ、スローに落ちやすいという面ではいいとは思うんですけども、まあ、むしろ小回りとかでもっと持久力を活かすというのも、合ってると思うんで、まあ、これはね、一概に言えないんですよね。というのも、こう、東京だと逆にペースが落ちやすくて、まあ、こう、先行しやすい。小回りだと直線が短い分、踏ん張りが効きやすいと。だからまあ、こう、東京校舎、中山校舎とか、まあ、そういうのって、ちょっと曖昧だったりもするんですよね。まあ、ロゴタイプなんでね、中山校舎とも言えますし、東京が良かったとも言えるので、まあ、そこはもう本当に馬場次第だと思います。はい。前頭に植えることかもしれないんですけど、スタートがスタンド前からになりますが、太郎さん、どうですか、このあたりは。そうですね。まあ、3歳牝馬でちょうど今回ね、川田騎手がちょっと声援をね、ボール、スタート直前は、みたいな話も、してましたけれども、まあ、気象面でね、やっぱりその、あんまりうるさい馬、レースに行って折り合いがつかない馬だと、まあ、心配ですよね。まあ、その点、このゴールデンハインドに関しては、どちらかといえば、こう、先行するタイプですから、まあ、逃げてこそというタイプでもあるので、前走を見ると。まあ、それは大丈夫な方だと。では、折り合いも心配がない。そうですね。はい。むしろもう積極的にここは出していくのがベストだと考えています。仮に花に立った場合は、逃げ残り、頭で期待をできる一頭ですかね。まあそうですね。頭までこうで来れるかというと、まあ他もっとね、強い馬というかね、能力上位馬もまだまだいるので、まあ馬券的にはどちらかといえば、まあ連複軸でも十分今回そんな人気にはならないと思うので、はい。そういう考えでいますけど。まあ、もうちょっとそこは考えたいですね。わかりました。ありがとうございます。ということで、太郎さんがオークスで買いたい3頭は、ハーパー、ドゥアイズ、ゴールデンハインドの3頭となりました。さて、リバティアイランドの評価をちょっとお聞きしたいんですが。いいんじゃないですか。はい。いや、リバティアイランド別に3頭に入れてもよかったんですけど、そんなにこう喋ることがないというか、まあ、それは強い能力最上位ですよ。やっぱり前走の桜花賞、ね、どう考えても、こう、立ち回りの方が効いたレースで、いかにこう、内を回れるかというレースを、ただ1頭、大外から差してきたっていうのは、これはまあ、素直に、強かったと思うんですよ。まあ、
どうしてもね、やっぱり位置取りが後ろになるでしょうし、その3歳牝馬で、まあ距離が伸びてすごくいいというまではないと思うので、まあ川田騎手も中内ダチョウ教師の馬もどちらかといえばこう関わるタイプが多かったりとか、まあ、距離延長歓迎というタイプではないですよね。もちろん今回それを見越して調整をしてきていますし、全然対応できてもおかしくはないんですけど、まあ間違いなく単勝1倍台ですよね。うん、そうですね。で、まあ皆さん、これ見てる方も強いということは分かってると思うので、まああえてあげなかったんですけど、まあ、喜んで1倍台で買いたいかというと、その頭で例えば買いたいかという、そういう気は正直ないですね。全然差し損ねて2、3着とかは十分考えられると思ってます。はい、なるほど。今回太郎さん、桜花賞の上位3頭は、まあ、リバティを含め上がらなかったと思うんですが、あ、そっか、そうですね、はい、そうなんです、うん、2着だったのが、コナコーストコナコーストはね、まあこれは月並みなんですけど、やっぱサメシマ勝間騎手で見たかったですね。これはまあ僕は別に日本人騎手がとか短期免許だとか、まあそういうこだわりは多くの皆さんほどあまりない方なんですけど、そこら辺はないんですけど、ただ、この馬ね、むしろ連騎手より鮫島勝馬騎手の方が合ってたと思うんですよね。当たりが柔らかい鮫島騎手って、やっぱこう距離持たせるのも上手で、連騎手やっぱ今回さえの東京では本当に早仕掛けが多くて、かなり1倍台の馬も飛ばしてるんですよ。なんで、まあもちろん腕はあるジョッキーですし、今更そのね、そこはもう言うまでもないですよ。まあただ、ちょっとこのコンビは心配ではあります、正直。はい。なるほど。はい。ペリファーニアはまあやっぱ距離少し長いかなと、これは危険な人気馬だなと正直思います。はい。わかりました。ありがとうございます、はい。はい。次回は日本ダービーを予想してまいります。ぜひチャンネル登録をしていただいて、来週もご覧ください。高評価、コメントもお待ちしております。最後までご覧いただいた皆様、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。太郎さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、失礼いたします、はい。ご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。